じゃあ、今日のですね、授業を始めます。で、先週でですね、プラントロロイツの構成式について、基本的な話をしましたが、今日はですね、それを使用して、問題をですね、解くと。それで、今日はですね、教科書をまた戻ります。で、戻りまして、第7章ですか。ページが58ページから65ページに戻ります。で、この内容はですね、すでに第7回の授業、ここでですね、神経について話をしたわけです。スニクエントウ体のですね、引っ張りねじり、あるいは引っ張りねじりをどうぞ。今回はですね、その全く同じ問題を使いまして、今度さらにですね、こう荷重がですね、大きくなりましたときに、その薄肉円筒体に生じますね、歪みがどの程度大きく。ですから、今日の話は続きということになるかと思います。この薄肉円筒体の問題はですね、非常に重要で、理解しておいてほしい問題ですので、ここでは2回には幸福条件という話と構成方程式の方の話の2つに分けて説明しようという、まあ、こういうふうなわけですね。問題はですね、どういうふうな問題で設定をしているのかと言いますと、もう一度ここに書きますとですね、このようにして円筒容器が回ると。それでですね、こいつのですね、外径が 2R。そして、肉厚がですね、まあ、T というようなですね。それで、かつですね、この薄肉円筒体の長さを L だと。いうふうに、まあ、いたします。で、座標系はですね、この底面を中心にしまして、軸方向に X の3軸を取る。鉛直下向き方向にですね、このようにして X の1軸、向こう側の方向に X の2軸というような形で座標形を取る。で、さらにですね、円柱座標形ですので、底面、厚い方形も取っておくと。まあ、こんな形で、R、シータ、こういうふうにして、座標形をまあ取っておくと。2つですね、座標形を取っておくことにします。かつですね、このようにおいて、この問題において、どのような力のかかっているのかといいますと、まず、このような形で、引っ張り荷重 P がですね、両端に対して相互に反対方向に作用すると同時に、ねじりモーメントも作用しているというような状態を想定したいと。このようなですね、異なった力が作用するときに、この円筒体に生ずる歪み、特にここで注目したいのはですね、この円筒体がですね、X の3軸方向にどうやって伸びていくのかというのをですね、プラントロイスの構成計算をですね、していきたいというふうに思います。で、それでは、ね、
値ということで、まずですね、引っ張り荷重だけが作用するときの計算を見ていくことにしましょう。タイトルをこれ以上書くと面倒ですので、引っ張り荷重とだけにしておかせておきまして、ここではですね、図中のですね、この P ですね、こいつだけが今、作用していると。そうすると、円筒体はどれだけ伸びるのか。これ、特段扱う必要はないわけですけれども、少しそのステップでね、いつも通りの方で、どういうふうにこの問題を見ていけばいいのかというのを見ていきたいと思います。ステップのまず1番ということになるわけですが、この薄肉円筒体の壁面に生じているまず応力成分をですね、を求めると。まず、こういったことをですね、調べていきます。で、これですね、第7回の授業の時にも全く同じステップで、応力の作用している状態をしたわけですので、この結果だけを書きます。まず、シグマ33というのは、P を、ということになるんですね。あとは、シグマ RR というのも、これは半径方向の応力ですが、これは0だと。もう一つは、シグマのシータシータ。これも0だと。先端応力は当然働きませんので、このような垂直応力が管の垂直面に同時に作用するということになるわけです。で、ここで記号はですね、2πr 分の p は、というような記号で置き換えて、少し簡略化しておきたいというふうに思います。今どういうステップに移ったのか。ますと、これも第7回と全く同様ですけれども、次は使用力を求めると。応力成分が出ましたら、使用力ということで、これについてもです。シグマ1、シグマ2、そしてシグマ3を求めるということで、今回も既に持っておりますので、その結果を記述しますと、シグマ1はシグマ、シグマ2は0、シグマ3は0と、こんなふうな形で使用力が計算できると、まあ、いうわけですね。それで今、ここまで来て、この後ですね、実際、相当力、まあ、場合は相当力もということになるわけですが、プラントロロイスの構成式について、まあ、考えるということですので、ちょっとここで、まあ、補足を、入れておきますと、9時になりましたので、これを開始いたします。材料をまずは性質といたしましては、このような形の線形効果則を考えるということですね。まず横軸に歪みを、縦軸に応力を取りまして、縦断線形数とともに歪みが線形に応力とともに増加し、降伏応力に到達しましたら、この後ですね、H の傾きで、歪みと応力がですね、まず増加するというふうに、この円筒体の材料の特性、まずはですね、降伏条件としては、降伏条件を考えます。ミーゼスの降伏条件は、相当応力が単軸の降伏応力 y に到達したとき、点が降伏したと、まあ、いうふうにですね、まあ、見なすと。これちょっと補足で、本来これ最初にすべきことなんですが、ちょっと、ここでのステップの段階の後でですね、ちょっと説明文を入れておきます。今日はこれをですね、ずっと仮定をして、計算を
進めていくというふうに考えています。それでは次にですね、ステップの3ということになるわけですが、相当力を求めると。応力成分を求めまして、その後応力成分から集応力を求める。集応力が求まりましたら、相当応力の公式に代入し、相当力を求める。でこれももう計算をしてますね。シグマバーというのは、シグマである。よって、こちら側にありますように、シグマがシグマ Y になりましたら、降伏をすると。こんなになるというわけなんですね。で、これが応力と降伏条件の関係になるわけです。で、次に今度はそれを飛び越えまして、プラントル・ロイスの構成式に従いまして、組成歪み増分量を計算する。で、今までのですね、第1回から第10回への授業で、前と今回のちょうど違うところがですね、ここですね、ここのところの線の左側と右側で、ちょうどここからここがですね、今回のプラントル・ロイスの学びをですね、ここで適用するという段階の線になるということです。その前までも皆さんすでにレポートも含めてね、勉強してきたわけで、このステップ4から新しい式になってくるというわけです。では、ここでプラントル・ロイスのですね、構成式をちょっと書いておきますと、組成歪み増分量イプシロン i と j のプラスチック p。これは、2分の3の h のシグマバーのデルタのシグマバーのシグマの IJ のプライムと。これが前回学んだですね、プラントル・ロイスの構成式における組成歪み増分量になるというわけですね。これは公式です。前回導いた。でこれを使ってこの問題の、問題をですね、計算をしていくというわけなんです。今、軸方向にどれだけ歪むかということが知りたいので、ここではですね、i と j は軸方向が3ですので、3の時に限定をしますね。ということになりますと、このテンソルを成分表記しますと、デルタのイプシロンの33の p というのは、2分の3の三角形シグマバーの h のシグマバーのシグマの33のプライムというような形になっているというわけです。今、左辺が左辺はこれから求める量ということになりますので、ここでまず知らなきゃいけないことは、偏差応力成分シグマ33プライムが何ぼかというのを計算しなければならない。この問題偏差応力はどういう応力、どのぐらいの大きさかというのを計算しなければならないので、その量のですね、計算をすると。シグマ33プライム、軸方向の応力成分というのを偏差応力はシグマ33から、整数圧 P を、引いたものであるということになるんですね。シグマ33はステップ1の応力成分で求めている、シグマということになりますので、ここにですね、シグマという量を代入すると。一方、整数圧は、集応力の相場の3分の1ですので、シグマ足す0足す0で3分の1ですので、3分のシグマになると。そうすると、偏差応力は3分の2のシグマというような値になるというわけです。で次にですね、知らなければいけないことは何かと申しますと、
今度はその前ですね、ここの計算に取り掛かることにしようか。今、ちょうどですね、閉鎖応力成分の計算が完了しましたので、次はこの青い鍵括弧のところの部分の計算に取り掛かりましょう。デルタシグマバー、三角形のシグマバーのエッジのシグマバーと、この青い線で囲ったところの計算なんですが、このシグマバーというのは、今、ここ情報を使ってきましたので、次の情報を使いますと、シグマバーというのはシグマだと。こういうふうに言ってるわけですので、したがってこのシグマバーの部分は、すべてシグマに書き換えられると。そうしますと、組成比率増分量を計算するために必要な、この右辺の情報が、これですべて、まとまりましたので、これを再び転用すると。そうしますと、2分の3、次にここが、H シグマの三角形のシグマ。これがちょうど青い部分のところの計算結果を代入したところですね。それともう一つは3分の2のシグマ。これがちょうどですね、偏差応力のところの計算結果を代入した部分になりますので、まあ、これをすると。で次にこれをですね、こことここが消えると。でこことここが消えますので、したがって、H 分の三角形のシグマと。こんなふうにですね、計算ができるので、次にここを消します。歪み、組成歪み増分量が求められましたので、ある応力まで負荷をしたときに、どれだけ歪みが生じるのかという全歪みの計算ということになるわけで、まずですね、もし作用している応力が幸福応力よりも小さい場合、この場合には、この薄肉変換というのは断性状態ですので、ゼロの3。というのはフックの法則によりまして、E 分のシグマと、ところで、この応力がですね、幸福応力というような応力が作用すると。そうすると、シグマ Y よりも Y は大きいと。こんなふうな形で応力がまあ作用したと。とさらにこの上に組成歪が追加されますので、イプシロンの33。イコール、E 分のシグマプラス、シグマ Y からある応力シグマまで、組成歪み増分量の、ここ、デルタと書いてあるところ、これ、D にしておきますよ。微分記号を使って、D のシグマと、こんな風にして書いておくこととしましょう。これを積分をしますと、E のイプシロンの33イコール E 分のシグマプラス、ごめんなさい、ここ Y 入れなきゃダメです。ここ間違ってないようにね、ここ。Y 入れなきゃいけないでね、ここ Y 入れる忘れちゃいけない、ここ Y 入れるの忘れちゃいけない、シグマ引く、シグマ Y と、そうすると今計算量は じゃあこれだったら簡単に正しいかどうか確かめられますので、応力歪み確かめてみましょう。ですね。
の今は、この曲線上のですね、この幸福点から横軸に垂線を下ろした時の、ここの部分の量がになっていると。次にですね、例えば応力シグマを考えまして、これをシグマだと。そうして、ここからぶつけた、ここまでですね、ここに垂線をこのようにして横軸に。そして補助線をですね、幸福応力に平行、軸平行をこのようにして平行にですね、補助線を引いてあげますと、そうすると、シグマからシグマ Y をエッジで割り算したものが歪みということになりますので、ちょうどここの部分がですね、まあ、これに相当していると。そうすると、プラントル・ロイスの構成式から棒に生ずる歪みをですね、ちゃんとしっかり計算ができているよというところが、まず確認が取れているということになるかと思います。さあ、それではですね、このまま引き続きまして、棒の薄肉変換の引っ張りについては、これで問題の答えが出たので、これで一旦これ終了と。じゃあ、ここからですね、この補足はもう必要ありませんので、消して、こちらも消す。次にですね、今度はこの薄肉変換に対して対応させることによって軸方向に生ずる歪みの計算をしたわけですが、今度はですね、引っ張り荷重ではなくてねじりモーメントだけを、そうすると軸方向に引っ張ってないので、この問題の時は軸方向には伸びないので、まあ、どれだけ先端応力がですね、先端歪みが生じたのかという計算を次にちょっとしてみたいなと思います。これも、プラントル・ロイスのですね、構成式を使って、具体的に計算をですね、してみたいと思います。それでは先ほどのステップと同じように、ステップの1から見ていくことにしましょう。ステップ1でやるべき内容については記述しません。ここから略していきます。ステップ1は、まず、ねじりモーメント MT を受けることによって、薄肉変換に生ずる、応力成分は、どのぐらいなのかという話なんですが、これももう話をしている。シグマの33は0と。シグマの RR は0と。シグマのシータ、シータも0だと。で、ただ、先端応力の三軸に垂直な面のフープ、シータ方向の先端応力というのは、2πr 事乗の、t 分の t ということになります。これも前回、出していると思うんですね。2πr 事乗 t 分の t。今、ここも前回と全く同じ記号で、先端応力、すなわち、タウで、この 2πr 事乗 t 分の t をですね、書くのが大変ですので、スモール t、タウでですね、記号を書き直し、薄肉変換の壁面に生ずる、応力成分を求めるということになります。次に、今は、ステップ2ですね。主応力を求める。先端応力のみ作用する場合、こういう時にですね、薄肉変換に生ずる主応力はどうなのかと言いますと、これも計算している。シグマ1イコールタウ。シグマ2イコール、この場合ちょっとごめんなさいね。
この場合はですね、シグマ3を外側に向けて取っているので、シグマ2イコールマイナスタウの方がいいかな。シグマ3イコール0と。まあ、こんなふうな形ですね、ということにですね、なりますね。ですので、これも前回も解いてますからね、ここはまあスルーすると。次はステップ3と。次のステップはですね、応力成分を求め、使用力を求めたら、そしたら相当力をまあ求めるということなんですが、相当力をもう求めているね。第7回の授業で、シグマバーはルート3タウだと。いうことも求めている。いいね、計算しませんよ。もうずっと第7回で計算してるからね。そうしますと、シグマバーが、シグマ Y、になったら降伏をするということになるのですから、先端応力は薄肉円管の場合は短軸引っ張り下での降伏応力のルート3分の1した値だけ先端応力が生ずると、その時点で薄肉が降伏をすると、まあ、こういうようなことになる。ここまではこれまでの説明ですでにしている内容ですからね。第7回で、これ以降はプラント・ル・ロイスの構成知識を使った新しい内容になりますので、全くさっきと同じようなことをですねしていきましょう。再び公式書きます。デルタのイプシロンの IJ の P イコール2分の3の H シグマバー、三角形のシグマバー、シグマ IJ のプライムと。これがですね、まずプラントル・ロイスにおける組成歪み増分量のまあ計算だと言ってたんですね。ステップ4と書くの忘れてた。組成歪み増分量の計算をこれからするわけなんですけれども、まずですね、ここでさっきと同じようにして、ここの部分を計算しましょうか。偏差応力の計算しよう。あ、その前に I と J に何を入れるかの話をしなきゃいけないんだね。今回の場合はですね、I は3で、J はシータと。これちょっと見ますと、あ、ここか。I が3番で J が、まあ、なってますので、3とセータを代入すると、三角形のイプシロンの3セータの P というものが、2分の3の H シグマバー、三角形シグマバーのシグマの3セータ。で、ここでですね、プライムをつけたいところですけれども、もしかして忘れちゃってるかもしれないけれども、先端応力においては、その応力成分がすべて組成変形に変換されると。偏差応力、先端応力には偏差応力成分はないということですので、これは取る。ということで、これが先ほどのですね、10の1。そうしますと、シグマ3シータというのは、これ、タウということになってますので、ひとまずですね、この、間違った成分を引こうなんて考えなくてよろしい。先端応力はすべて組成歪みの発生に費やされると。それでは次に今度は、こちらの項の計算。ましょうか。H のシグマバーの三角形のシグマバーと、この項について、説明をしていくことにしましょうか。さあ、どの式をかなというと、
こいつですね。をすると相当力になりますよという式がありますので、この分子と分母に代入をすると。そうしますと、まず分母から計算する。h のルートの3のタウ。分子について計算する。ルート3倍のデルタタウと。こんなふうになりますので、そうしますと、分子分母でルート3が消えると。したら、これは、h タウ、デルタタウと。こんな形。そうすると、今、こちら側の項も出ましたので、これ、そのまま引き続き書かせてください。2分の3の h タウ、三角形のタウ、タウと。計算した。こちら側は先ほど求めた項になると。そうすると、今、分子分母でタウが消えますので、こいつが消えると。こいつが消えると。で、まだちょっと申し訳ない。イコール続けさせてもらうと、2h 分の3デルタタウということになります。そして、組成歪み増分量の旋断応力の、旋断歪みは、2h 分の3デルタタウということになるということになるわけです。それでは、ステップ5の全組成歪みについて求めていくこととしましょう。ことと何を変えればいいのかと申しますと、先ほどはシグマというふうにですね、このところが書かれていましたけれども、今回はここのところをですね、旋断応力のタウとする。次に、今度は幸福条件はどうだったかというと、で、タウと3分のシグマ y になったら幸福を、こういうことですので、このシグマ y はこう書かなきゃいけないと。ちょっとごめんなさい、これシグマ。そうすると、こちら側がこうなると。じゃあ、まず断性域の時から計算してみましょうか。旋断応力タウがルート3分のシグマ y よりも小さければ、薄肉変換は断性変形ということなので、それによって生ずる歪みはイプシロンの3シータイコール 2G 分のタウということになると。ここで突然2が出たのはなぜかなと、これを工学的旋断歪み、すなわちイプシロン3シーターを2分の1のガンマの3シーターというふうに、工学的旋断歪みを置き換えますと、この式はこうなるわけね。そうすると、これは材料力学で学んだ通常旋断応力と旋断歪みに対する法則に位置すると。ここね、なぜここで2がついてるかっていうと、ここはイプシロンの3シーターというね、テンソル型の旋断歪みをここで使っていますので、こうなっていると。さて、次にですね、今度は幸福応力を超えて、線形がさらに繰り返しねじりがですね、モーメントが作用するときには、イプシロンの3シーターはどうなのかというと、まず最初に幸福によって生じた、組成歪み。今ちょっとここに、詳しくは説明しませんでしたけど、タウにルート3分のシグマ y を代入したときに、幸福したの、ね、旋断歪みの計算がされるということになるわけですね。で、それプラス、さらに、その幸福するときの応力から、
先断応力をある値までさらにぐいっとねじって作用する。で、こちら側に正歪み増分量の計算値を入れればよいですから、2H 分の3の D のデルタのところ D に変えたよ、タウと。いうふうになりますので、この積分をすべて計算してあげるとこうなると。こんなふうな形でね、計算結果が出て、これが答え。で、先ほどの応力済み曲では、男性変形内ではこれだけの歪みが生ずると、そして組成域まで作用するとこのぐらいの歪みが作用するということになるんですね。これがですね、ねじりモーメントだけがということになるわけです。なければいけないのはですね、引っ張り荷重と、もう一つはねじりモーメントがですね、同時に作用する。モーメント、集中が、荷重とねじりモーメントがですね、同時に軸を生ずるというわけです。この時に、こういうふうに、力の書き方をですね、変えてみたい。すなわち、まず最初にですね、P を書ける。最初に。引っ張りながらねじる。これによって生ずる歪み。この3種類の歪みが、男性体の場合には変わらんわけだ。どういう書き方を作用させても。ところが、組成変形するときにどうなるのか。もう一度いくよ。最初は引っ張ってねじると。その次は引っ張る。その次は引っ張りながらねじる。そうすると、この棒は何か違いがあるのかと、伸びに。そこをちょっと計算をして見ていきたいというふうに思います。じゃあ、これの時間は、これのために十分時間を取ってありますので、時間を使って少しそのことについて説明したいです。ちょっと暑いね。ね。24でですね、おそらく今そのぐらいの温度でしょうから、あ、俺まだ消してなかったな。じゃあ、そのためにですね、の知識をすべて活用して、その問題に総当たりしてみることにしましょう。10の3節、
さあ、じゃあその問題について説明をしますが、やることは同じですね。何も今まで、10の1、10の2で説明したことと何も違いがありますので、全く同じステップでこの問題を粛々と解けばいい。まずステップ1、引っ張り荷重とねじりモーメントが同時に作用すると壁面に生じる応力を計算しなさい。は計算しましたね。シグマの33はシグマ、シグマの RR は0、シグマのシータシータは0、シグマの3シータは、タウと。シータとタウについてはすでに、置いてます。次いきます。ステップの2。応力成分が求められましたら、部材に生ずる使用力を求められるということなんですね。で、使用力はシグマ1イコール、2分の1、シグマのプラスの、2分の1のルートシータ事乗プラス、4タウ事乗と、シグマの2イコール、2分の1シグママイナス2分の1ルートシグマ2乗プラス4タウ事乗、シグマの3イコール0と、こういうふうな形で、使用力ということになるわけね。さあ、引き続きどんどんいきますよ。まず問題に応じて応力成分を求める。次に、使用力を求める。使用力を求めたら使用力を使って、ステップ3では相当力を求めると。この計算ももう皆さんは実はやっておりますので、ここを抜く。結果はどうか。シグマバーイコール、ルートのシグマ2乗プラス3タウ事乗だという結果はもう皆さん、ミーゼスの相当力の時にこうなるんだということを勉強しているわけです。そこで、シグマバーがシグマ Y になったら、降伏すると。これがミーゼスの降伏条件になるというわけなんですね。さて、ここで大切な点はですね、こういうふうにしてみましょう。まあ、これを今こちら側に代入しますと、こういう式が書けるね。シグマ2乗プラス3タウ2乗。両辺2乗しますと、こちら側がシグマ Y の2乗ということで、これまさに降伏局面なんですね。ミーゼスの降伏局面で、この条件に一致したらですね、部品が降伏すると。薄肉円筒が降伏するという二次応力バージョンの式なんです。応力空間は垂直応力タウと先端応力、ごめんなさい。垂直応力シグマと先端応力タウの二つの応力空間中で形成されるミーゼスの相当降伏局面になるということになるわけなんです。で、そこでですね、図を書く。これ以降はちょっと図を書かないとよくわからないの。図を書くためにですね、あの式を見たら楕円の式だねと。高校の時に勉強した楕円の式だねということで、こういうふうにある。どうでしょうかね。
分子、左辺と右辺をシグマ y の2乗で割りまして、それで2乗でくくりますと、まあ、長軸と短軸がシグマ y とルート3シグマ y の長短長さを持つ台になるということになるわけです。でしかもこの場合は横軸にシグマを、縦軸にタウを取ると。そうしますと、こういうふうな形で楕円形の、まあ、これ第一象限だけ書きますけれども、こういうふうなふうに書けると。こちらはシグマ y。こちらはルート3分のシグマ y ということで、y 軸方向にですね、長さの長いような楕円の形状で、応力空間中でですね、この点に引っかかったら、まあ、復興するというような、まあ、と、まあ、いうことになるわけですね。ちょっとじゃあ、一応一旦ここで、またちょっと使いますので、さらに結果はちょっといけません。ステップ1、ステップ2、ステップ3ときましたので、これからですね、ステップ4の方に、計算。しておきます。はい、ここからですね、ステップは相当組成歪み増分量の計算をするわけですけれど、相当組成歪み増分量のところでですね、するときにこいつがちょっと必要な。この相当組成歪みの増分量がどういうふうな状態になるのかというのが必要なんです。それでですね、今、どういうのかなというと、この式ですね。相当応力シグマは、ルートのシグマ2プラス3タウの2乗だと。これは一体どういうことを意味しているのかと言いますと、F のシグマとタウを変数に持つ関数である。というふうに見なすこともできると。こいつの前微分をちょっと考えてみますと、こういうことになるわけね。今、デルタを微分記号の前微分記号で D というふうに置き換えますと、D のシグマーバーというのは、ラウンドシグマーバー、ラウンドシグマーの D シグマ、ラウンドシグマーのラウンドタウの D タウ。査則によりまして、シグマーバーがシグマーとタウを変数に、こんなふうにして表されるということが分かりました。こうなると、今必要なのはまずですね、変微分の量と相当応力を、先端応力量のそれぞれの変微分の量で、先ほどの相当で、これ一つずつ計算をしますと、まず一つはシグマ、ラウンドシグマバー分のラウンドシグマと。これは、ルート、シグマ2乗プラス、3タウの2乗分のシグマということだろう。肩のルートの2分の1が前に出てきまして、マイナスの2分の1にチェンジすると。一方、シグマで微分するので、シグマ2乗は2シグマになるので、こういうふうになると。そうしますと、これはですね、ここも書けると。じゃあ、もう片割れの先端応力の方、微分を計算してみることにしましょう。ラウンドシグマバーのラウンドタイと。タウというような計算。これは、ルート、シグマ2乗プラス3タウ2乗。というような形で微分できると。
頭で大丈夫でしょうかね。計算してください。そうすると、これは分母が相当力シグマの、3タウと。ので、今、それぞれですね、求め式を先ほど、サイト代入してあげるとこうなる。分母はシグマバーで等しいので、等しくね、シグマバーで置いてあげる。そうすると、このシグマとシグマ、D シグマ、3タウ、これが掛け算されて分子に来るということになる。ちょっと複雑ですので、ここで、比例係数デルタラムダ、まあ、これどうせ使いますのでね、これ、計算をしてみますと、2分の3の H シグマバーの、D のシグマバーということになるわけですね。本来これで組成歪み増分量はこれに偏差応力成分を掛け算すればいいわけです。ちょっと今、さっきみたいに単純に見ることにしましょうか。こいつをこの中に代入すると。整除しますと。こんなふうな形で書ける。じゃあ、ここ消します。ここも消します。ここは残しておく。で、シグマというのは、ここにありますように、ルートシータ、シグマ事情プラスサンタウ事情ですので、さらに、先ほどですね、計算した効力もここの中に代入をして完全な式を作りますと、ゆえに、こういうふうな形になるわけですね。これが比例、係数になるわけです。さあ、ここまで終わりましたので、次は偏差応力を求めましょうか。次に偏差応力はシグマの33プライムと。これはシグマの33から整数圧成分の P を引いたものであるということですので、これはシグマ引く3分の1シグマでしたから、従いまして、これは3分の2のシグマということになります。これで、比例係数と偏差応力が出てきましたので、プラントル・ロイスの構成式の式に代入する。デルタのイプシロンの33イコール、デルタラムダのシグマの33プライムだと。今までここの内容物を書いて、プラントル・ロイスを書いてましたけれども、この内容物というのは、これですね。ですから、さっき言ったちょっと何も変わらないわけですけれど、ちょっとこの式の部分のこの比例係数が大きくなっちゃうのでね、今回これを省略をしているわけですが、でこれそれぞれですね、代入をしまして、整理するとこういうふうになる。
が抜けてました。失礼。あとこれをですね、積分をしてくれればいいわけ。以前に比べるとだいぶ複雑な式ですね。さて、それで先ほど問題提起の話にまた戻ることにしましょう。これをどういうふうに積分をするかということなのですが、3つのパターンで積分の経路を考えていきます。まずですね、1つ目、力のことですけれども、ここに補助線を引きます。そして、この最終到着地点に向けて、今、シグマとタウを、この薄肉円管に作用させてね、力をかけていきたいとするんだけれど、その力のかけるのを3つの順番で作用させて、1つ目は、まず、引っ張り荷重を作用させると。そして、高負荷力に到達したときに、今度はそこで引っ張りを止めて、ねじる。そして最終到着地点のこの点まで持ってくると。これをですね、今、経路の A とする。もう一つ別の経路はですね、最終地点に向けて引っ張らずにまずねじる。そして高負荷点に到達したら速度を止めて引っ張る。そして最終地点に向けて力をかけ続けていく。これを B という経路とします。最後の3つをですね、比例させていきながら一気に最終地点まで引っ張っていく。ねじって引っ張っていく。この力のかけ方を今経路 C というふうにします。それぞれ A とぜひ歪みがどのようにして異なってくるのかというところに行くというわけなんですね。ちょっと今、それでは、これが今その最初のこれ式になるわけですけれども、こちら側に今ページを変えましょう。ステップ5で最終的な歪みを求めると。それではですね、まずは経路の A からいってみましょうか。経路の A からまず引っ張っていきます。男性は考えないでもう降伏して蘇生まで行っちゃってるという状態を考えますよ。そうするとこの場合にはイプシロンの33という全歪みはまず最初にので、で生ずるのシグマ Y というまず歪みが発生すると。でその次に今度はねじると。ねじるということになりますので、プラス0ルート3分のシグマ y で先端応力をかけると。で、ここに h 分のシグマのシグマ2乗プラス3タウの2乗、シグマ d シグマ。プラス3タウの D タウと。で、ただしここで、いますので、ここに制限がある。シグマは一定で先端応力を作用させていきますよということ。そうすると、一番最初の第1項の DY というのは、シグマ y という乗数が入りますので、ここのところが0になる。そうすると、先端応力タウだけで、0からルート
ねじり込んでいくということになりますので、ですね、こういうふうになろう。ここ今、シグマには、シグマ Y を今、代入しまして、3D ターン、これは載ってる。これは計算した結果だけここ示しますよ。イプシロンの33、まあ、こうなります。1マイナスと2分の1というのは、これはですね、実際に電卓で弾いて計算をするとどの程度の値かというと 0.293 このぐらいの値になる。ここをちょっと着眼しておきましょう。今この授業では細かな計算式を追っていくことも大切ですけれども、今ちょっとね、この数値にちょっと注目をして経路 B でいこうでしょう。じゃあ今度は経路 B いくよ。先端応力をかけてねじっていきますので、軸方向にはまず引っ張られます。軸方向に歪みが生じてないわけです。その状態で引っ張って高負荷応力を超えてさらに引っ張るということになりますので、軸方向の歪みもやっぱりこうなるわね。ねじりによっては純粋には垂直歪みは生じないけれども、その後の引っ張りによってやっぱり2分の1が加えて歪みが発生すると。その後、この点からこの点までですね、させていくということで、0からシグマの y。先ほどのですね、式をこれ、積分をしてやる。これね、まあ、ちょうどこれですよ。でですね、今度はねじった状態を固定して引っ張るわけですので、センダー応力タウはこの時には、ルート3分のシグマ y で固定させながら引っ張り歪みをかけて、引っ張り荷重をかけていくと。ですから、このタウがルートシグマ、ルート3分のシグマ y ですので、やっぱりここも同じような状況で、かなくてこちらがゼロになると。はい、どこ間違ってた？違ってた？ごめん。違ってますね。ありがとうね。ここ、ですね、ここまで合ってて、ここは違いますね。失礼しました。これ6です。
これでいいかな。そうだね。タウ事情で3タウが出てますので、これで多分問題ないかなと思った。ちょっと違うところか。じゃあ、ちょっとすみません。この続きの先をこちら側に書き直しをします。これをですね、計算をすると、まあ、ちょっとすっ飛ばしますね。ちょっと時間がちょっとありませんのでね。この2分の1も中に入れて、ルートの2にしましょう。これ大丈夫ですかね、ここね。ね。失礼、ありがとうね。すいません。そうすると、さっきさ、ここね、0.293 というのではなくて、この場合にはですね、0.346 と、電卓で弾くとそうなるね。これちょっとすいません。がついてるの今日はいかないな、本当は。でこのシグマをですね、三角関数で、変数置換してやる。で、積分をしてあげると。ちょっと時間がないのは過ぎ去りますけれども、こうですね、計算しますと、まあ、例えばシグマバイのコサインシータとかね、そんな風な形でですね、変数を記録してあげまして、計算すると。これをデータで計算したのが 0.215 と。この段階でちょっともうバレてしまったんですけれども、経路 A のところです。この辺りは、空だったんですが、経路の0.15ということで、少し小さな値を評価しています。で、最後にですね、今度は、経路 C はですね、一気に引っ張ってねじりますので、Y33 イコール引っ張りによって生じた、歪み、それに注ぎ増分量を加えるわけですけれど、ここが問題だ。この先はいいですよ、このままでね。
H 分のシグマのシグマの2乗プラス3だ。シグマ2。これはですね、このんですけど、もっとはね、謎っぽいですね。ここと、打ち込んだのか。積分の乗符間はですね、シグマ y になってますので、こいつについてはですね、ごめんなさい。前にまず、説明を一気にそこに持っていってはいけない。ここまで一気にですね、シグマとタウをですね、ということですので、原点からこのようなですね、関数、この赤い線はですね、こういうふうに書けるでしょうと。ちょうどここのところにですね、シグマ y、シグマがシグマ y になると、タウがルート3分の1シグマになるということになりますので、原点から最終地点まで到着する間に、引っ張り応力シグマと先端応力タウはルート3分の1に比例して増加していくという関係になっていますので、まず変数を減らすためにですね、このところにですね、するということを次に出します。そうしますとね、こうなると。ここ今、丸にしときますよ、まだね。このところのタウと d タウにですね、先ほどのタウイコールルート3分の1シグマというのをそれぞれここに代入すると。そうすると3分の1シグマかける d、ルート3分のシグマですので、ルート3かけるルート3で3分の1になって、こことここが消えて、そうだな。そうするとここに、起こらないな。だからここはこうならなきゃいけないね。ここに誤りないかな？大丈夫かな？大丈夫？そうしますと、これはこうなるよと。丸と。そうしますとですね、積分が引っ張り折れシグマで積分する形になっておりますので、それでまたここに来るわけだな。上限値はシグマ y であるということですので、このところは、シグマ y だと。で、加減ですね。加減を0から積分しちゃうとちょっとまずくてですね、ここからここまでというのは断線ですので、ここからここに垂線を下ろしたところの交点、これをですね、
楕円と直線の間の交点を求めますと、そうするとここのところがルートの、シグマという計算ができます。ですので、この下の積分の下の区間のところには、ルート2分の、シグマ y と、いう量がですね、まあ入ってくると。で、これをですね、積分をします。ああ、消しちゃいたくないな、これ。どうしようかな。これ、ちょっとここを残しましょうか。ちょっと申し訳ありませんね。これは消したくない。時間がなくなってきてる。それでですね、これが先ほどですね、私が皆さんにお示しをしてしまった式の最終式形で、大変申し訳ありませんでした。ここだ。さっき書くべきやつ、ちょっとこちら側で書いちゃったら間違ってね。いやー、知りませんね、ほんとね。今度のこの積分は簡単だね。シグマとシグマの2乗で、分子と分母を分けて2と2が消えますので、1分の D シグマで、シグマ y 引くルート2分のシグマ y になって、シグマ y 共通して外になる。これがこちら側でしたね。全くしょうがないね、ほんとね。そうするとこれ計算しますと、失礼しました、 0.293 ということになると。さあどうでしょうね。そうしますと、これまでのところですね、こんなふうなことがわかるかなと思うんですよね。式の形はこうだ。まとめてみると、イプシロンの33というのは、E 分のシグマ y プラス、k 倍のH 分のシグマ y で、経路 A の時に、K というのは 0.346。経路 B の時には、0.215。そして最後に、経路C の時には、0.293 というようにしてですね、どうでしょうかね。最初のですね、項のところは全て一致しているんですけれども、組成歪み増分によって生じた歪みの項というのは、A の場合というのは、引っ張ってからねじると。B の場合というのは、ねじってから引っ張ると。C の場合は、引っ張りながらねじると。そうすると、負荷の順番に応じて、生ずるですね、組成歪みの大きさというのがですね、このようにして違ってくると。従いましてね、まあこれ随分ね、めんどくさい計算をずっとしてきましたけれども、最終的に申し上げたかったこの項という、この今日の話というのは、
ということで、今日の授業の最後の締めくくりは、これを言いたいためにずっと汗かいてきたんだけれど。断層性問題においては、負荷の手順の違いによって、この生ずる歪みというのが異なりますよということと、最後のお題であったね、増分形式、すなわち、増分計算というのは非常に重要ですよという話。これをね、一応ちょっと分かってほしかったので、今日一日時間をかけてですね、一生懸命計算をちょっとしてみました。途中でね、ちょっとすいません、これいろいろ安直書いてるところの見る場所を間違えちゃって、皆さんにご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。で、ただ言いたいことはまず一つは、こういうふうなところをね、今日勉強できてほしいなと思います。それでですね、